ちは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ。宇野とパンチの今日は元住ブレーメン通り商店街でダイナマイ。居酒屋緑ちょっといい感じのこれ春ったらいいじゃないですか。春から夏にかけていいぞこれ。最高ですまで。こっちいいのかな？こっちです。まあ行ってみましょう。宇野商店ですかね。本当に今日僕宇野持ってきましたから。うん。ええー、よかったよかった。せっかく一緒にちょっとやりたいな。あ。何ある？宇野商店。あそこのまっすぐ奥のちょっと上の方に。あ。漢字じゃないか。来ました。お英語じゃん。うなうないやいや、ここでやらないと。ここでやらないと。うな歴史感じるね。そうですね。昔のからの元住吉を知っている酒屋さんだな。ここから人気の入った、うん、ねえ。お邪魔しますの。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。おじさん。あ、親戚？おじさん。広島の方ですか？山形です。あ、山形です。山形はどっちですか？西村山郡のね、西川町っていう、まあ、月山のふもとですね。月山のふもとというと、ちょうど分かれ道で、鍋はどっちなんですか？芋には味は道は醤油ですね。醤油ですか、ええ、あ山形はね、はい、芋に帰って行ってね、はい、合算から海側が豚肉の味噌なんですよね、はい、ほう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 。でこっち側が醤油の牛肉ということで、はい、あそうなんですか。元で醤油ですか。そういうことです、ね、はい。さすが鍋勝負パンチ。コンパクトなお店だけれども、うん、歴史を感じる。そして、うん、なかなか要するに置いてないようなお酒が置いてるね。そうですよね。じゃあ行ってみてよ。はい。ちなみにあのうのって置いてます？うのはごめんなさい。ちょっと今切らしております。ああ切らしてます。やっぱりね。そうか人気ですからね。かなり老舗の雰囲気がね漂ってると思うんですけど、何年ぐらいやられてるんですか？ですね、この場所に移ってから30年なんですけれども。はい、元々あった元住にあったところから数えると50年目に入ります。俺が7歳の時からだ。じゃあなんか本当にこの商店街の生き字引みたいな感じで、うん、これ山形ですか？違いますね。山形は沖縄。沖縄琉球。沖縄黒っていうから羽黒高校かと思って。随分飛びな名残で、羽黒高校って強いんだよ昔。あ、そうなんですか。山形だから日大山形なんか面白かったですね。強いんだけど全国には勝てない、はい、あーBoys be ambitious。 俺が Boys be ambitious ですよね。お詳しくて、あーいいね。え、これもうこのまま売ってらっしゃるんですか？これ上手そう。量り売り、量り売り、量り売りながらの。うわすごい。はあ、なるほどなるほど、本格的だ。だから焼酎もありますよ。あとはこっちにお酒の量よりも、お酒の量、え、これ日本酒？そうです。これ何ですか、このタンクみたいなやつ？あのね、サーマルタンクって言いまして、はい、蔵元にあるのと、あの酒蔵さんにあるのとまるっきり同じ形式で、はい、この中で今マイナス1度前後に冷蔵保存して、品質が劣化しないようにして、でお客様がいらしたら、はい、下のノズルから直接瓶に詰めて量り売りやってます。ここからで試飲みたいなのはおいくらになるんですか？いや、あれそれ無料で、もしよろしければ、あ、いいですか？あの、ちょっと1センチくらいでいいです。上から1センチ残すんですか？そう、そのんで。おお、はい、ます。おいほー、あー、いいですか？はい、うわあー、フルーティーですね。大吟醸の生の原酒なんでね、まるっきりあの手加えてない酒ですから。はあ、これは飲み方があるんですね。あ、そうです。空気と一緒に飲むんだよ。空気と一緒に。汚らしいと思わないでくださいね。うわ
あのね、これはね、酒井和歌子さんかな。わからないか。酒井和歌子さん。わからないか。ちょっと言ってみて。はい。空気でしょ。うん。ズズズってくるの。誰？宇野くんの世代で言うと。長いよ、早く言ってくれよ。真田広之。あ、男？男じゃないかなと思って。どうでしょう、はい、ご主人からして男ですか女ですか。どっちかっていうと酒井和歌子さん。そうでしょ。分かってませんね。華やかでさ、爽やかでさ、あのまだ、はい、まだみたいな、まだ、まだみたいな感じで、言い方が、はい、ここでも話してもこうでしょ、はい、話してもここでも一緒に。なるほど。そうそう、男じゃないよ、酒井和歌子さん。そうだよ。ダルマ、こちらは何というお酒なんでしょうか。蔵元から出荷前にもらってきちゃうんで、はいはい、名前がついてないんですよ。あ、で、これ蔵元さんで熱処理したり、加水ってお水加えてアルコール度数を調整して、多分なんか別の銘柄になるんですけども、うん、そうなる前にうちがタンク1本丸ごと買ってくるんで、うん、名前がないんで、とりあえず便宜上は地元なんで元住吉って名前。なるほど、なるほど。あ、名前がないですから好き勝手に名前が付けられるということで、うん、はい、こういうふうに。あ、これはのりこ、これが自分で書くんですね。そういうことです、うちでも書きますけど、お客さんがやっぱ書くのがね、やっぱ喜ばれるんで。ああ、これはグッドアイデアの商品だ。これもいいお土産になるね。これそうですもんね、嬉しいですよね。初孫の手形をね、うん、ペタンってやって、おじいちゃんのところに送るとか。これはいい。これはもう川崎のお土産というか、元住吉お土産にはぴったりだね。あ、そうですもんね。これにご自由にお書きいただいて、はい、まあ昔ながらのお店なんだけど、発想は柔軟で、うん、若者なんかもいいんじゃない？いや、そうですよね。うん、いや本当ですよ。こうね、こういうのは楽しめますからね。商店街でね、オリジナルのビールもやってます。オリジナルのビール、え、ブレーメンビール、はい、ブレーメンビア、知らなかったなぁ。まあ、3種類、なんか色がありますね。シャレてんなぁ、これもお土産にもなるじゃん。本当ですね。ピルスナー、これうちの商店街は震災前からずっと福島県の方と付き合いがありまして、はい、でうちの理事長が商店街のオリジナルのビールが欲しいと、はい、でそれだったらどうしてもドイツ風に、麦芽とホップだけで一切他の添加物を加えてない本格派のビールが欲しいってことで、はい、福島県の方にいろいろちょっと話持ちかけてみたら、うん、猪苗代湖の湖畔のところにね、猪苗代ビールっていうメーカーさんがあるんですよ。でそこはちゃんとこの麦芽とホップだけの、なるほど、しっかりしたドイツ式のビールを作ってらっしゃるんで、そことちょっとお話ししてみて、うちのオリジナルのラベルで作れないかということで。いや本当にこの日本とドイツという、そしてオリジナルの、うん、これも本当にあれから10年ですから、飲んで応援ということにもなりますよね。そうですね、本当に。3種類の味があるんですね。そうです、ピルスナー、ゴールデンエンジェル、このブラウンバイセンっていうのはね、うちの商店街ブレーメン通り商店街になってから30周年の記念なんで、はい、ドイツの小学生が描いたラベル、絵をそのままラベルにしたんです。うわ、こういうのってもうその子はもう一生忘れないよ。そうですよね、こうね、一生忘れないよ。うわ、色鮮やかな。味はどんな感じなんですかね、ピルスナーブラウン、うん、すっきり系のピルスナー、はい、ややコクありのゴールデン、はい、飲み応えあるブラウンバイセント。ぐわー飲み応えがあるというのがいいです。分かるような分からないような。先ほど理事長さんのところでですね、なんかポイントカード、あ、はい、の商店さんで使えるということなんですけど、はい、ブレーメンストリート、ストリート、ああなるほどなるほど。ブレーメンポイントカード、略してブレカっていうんですけれども、ブレカ、はい、これはこの中に IC チップ入ってまして、はい、でまあ各加盟店にこういう、よいしょ、
タブレットがあるんですよ、はい、専用の。最新だね。で、このタブレットでこうやってポイントを読み込む。そうすると、あの、今私の名前と今このカードの中に入っているポイントが出ます。で、このポイントは1ポイント1円で使えるんです。あの、満点になってどうこうじゃなくて、はい、1ポイント1円から使えるんで、例えば今3448ポイント入ってますけど、はい、3448円入ってると思っていただいて、で、例えばお買い物した時に108円です、はい、で、細かいのないから、じゃあ100円だけあるから8円だけこのポイントから取ってくださいっていう形も取れます、税込みだから110円のお買い物で1ポイントつきます、はい、すごいな、すごいですもんね。川崎っては大体半歩だぜラジオ体操みたいなさ、昔やりましたよ、1個ずつ押してね。あ、すごいよ、ブレカー、今コロナで大変ですけれども、皆様この騒ぎは落ち着きましたら、ぜひ宇野商店お寄りくださいませ。よろしくお願いいたします。宇野商店さんの宇野と私の宇野、親戚じゃなかったですのね。宇野とパンチロ、今日は宇野商店さんでーす。宇野さん、はい、今日はどうもありがとうございました。いつかまた、来させていただきますので、その時は、また温かく迎え入れていただければ嬉しいです。はい、お待ちしております。ちょっとですね、うん、我々はちょっともう少し探索していこうかなと思っているんですが、なんか、こういうとこ行ってみた方がいいよっていうお店なんかありますよね。じゃあ、うちと同じぐらいかそれ以上長くやってらっしゃる、はい、果物屋さんが、果物屋さん、高林さんっていうところなんですけど、はいはいはい、ね、場所で言うとね、はい、今この出て、そこのカード右に曲がっていただいて、はい、次の4つ角の左側に、はい、すぐ分かると思いますので、はい、ぜひお立ち寄ってください、はい、ありがとうございます、またよろしくお願いします。ありがとうございます。親戚だと思ったんですけどもね、やっぱりあのご主人の喋り方はさ、はい、本当お酒が大好き、お酒を愛してる人の喋り方だよね。ああ、そうですよね、うん、プライドと誇りを持った、うん、あの日本酒はうまかったな。いや、美味しかったですよ。広島もほら、はい、日本酒もうまいじゃない。あ、そうですね、生協とかいろいろありますし、魚にあった日本酒もあるけど、はい、今度ふるさとに帰るときに送ってあげてよ。あ、そうですよね、うん、元住吉ってね、うんうん、あの、ここですね。あ、ほら、お、そうです、高林さん、こんな目の前にあったんだ。ありましたですよね駅からも近いですしね。目の前じゃない。ねえ、あらら、すごい。ちょっと入ってみる？行ってみましょうか。はい。ダーマ。うわあ、新鮮なフルーツ、キウイとイチゴと、とちおとめだってよ。とちおとめなんだ。有名ブランドだよ。食べれないですかね。うわあ、旅館愛媛甘夏。うわあ、旅館1個90円。うわあ、ブレーメン通りだね。今最近うちでハマってるやつ、あ、グレープフルーツ、あ、これここれメロンゴールド、何ですかこれ、パイさん、いや、これね、はい、グレープフルーツより甘くてね、へ、これ結構人気なんだよね。あ、そうなんですよ。果物の王様だよ。果物の王様だよ。うわー、この網やみの分だけうまいって聞きますよね、メロンね。あ、そう、なんかそんな話を聞いてになるよ。あ、こんにちは。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと宇野商店さんの、うん、宇野ご主人からですね、あの、ご紹介いただきまして、今ちょっとお邪魔させていただいております。宇野さんで、宇野さん、宇野さん、私も宇野でございます。いや、ここすごく老舗だと、はい、宇野さんが言うには一番古いお店だって伺いしたんですけども、それは何年ぐらいなんですか。ちょっとね、一番かどうかわかんないんですけど、はい、一応開催したのはこのちょっとね、あ、はい、ジャンパーがあるんですけど、ジャンパー一応、はい、今年度で70周年ですから、2年で70周年。すごいなぁ。3代目に、僕も30年ぐらい前が落とす目で住んでたんですけど、ずっと向こうのブレーメンの入り口という、うん、ここで構えて70はすごいです。すごいですね、うん。一番のこの売りみたいなのがありますか。うん、やっぱお店自体そんな大きくないんで、はい、少しずつなんですけど、うん、やっぱ新鮮な、まあ、その時の美味しいものをやっぱ仕入れて、まあ、早く売るようにしてます。心がけてますね。いや、これはご主人このよいしょじゃないんですけど、やっぱり居酒屋でも喫茶店でも何でもそうですけど、入ってきた時に勢いというか新鮮さというか、あ、なんか時が止まっちゃってるなっていう
お店もあったりするじゃない、まあまあね、ここはやっぱりフルーツたちが笑顔で迎えてくれてました、うん、本当にニコニコの笑顔でね、うん、フルーツがいらっしゃいってこう言ってるような感じがした。本当に歴史を見てきたっていうことですね。そうですね、去年一昨年かな、30周年迎えたんです。ブレーメンになって30周年迎えたんですけど、昔の地図とこう照らし合わせると、まあ、随分様々なものにしてました。でまさか東横線が上走るとは思ってないんですよ。もうここ本当に渋滞なんだから、いつも開かずの踏切で、もうこんななっちゃったら昔もいけないけど、なるほど、まさか上取るとは思わなかったですよ。ブレーメン通り商店街はもうまっすぐなあの商店街なんで、駅降りてずっと歩いてもらうだけで、いろんなお店があって楽しめると思います。うちも駅に降りてすぐ入り口なので、先ほどパンチさんがおっしゃってる活気のある、はい、果物屋にこれからもちょっと精進していきたいなと思います。一本の商店街だから、うん、ずっと行って折り返して帰りに買って電車で帰るっていう、なるほど、これ一番ですね、最初勝ちだと思いよ、ね、行って折り返し、だから右側歩いてさ、行っときゃずっと右だけ見るわけあっちからこの右で見て最後ここで最後ね、全部の景色が楽しめるということでね、うん、なるほど、最高だよじゃあ、これも創業70年というね、ことですから、はい、あの100周年を目指して、はい、頑張っていただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あなたパンチの今日は70年の歴史を誇るフルーツ高林さんでダーラー。山下さん、うん、今年にブレーメンドル商店街、まあ、2回目の訪問ですけど、今日はいろいろ回れましたですもんね。いや、まだ俺たちは50分の1しか見てないで、また一回り一周商店街したら、はい、また来ようよ。あ、そうですね、そうですよね、うん、まだまだこれからね、うん、いろいろ見たいところもたくさんあると思うので、焼き芋もらっちゃったよやった、あとで食べような、はい、ありがとうございます、うん、よし、じゃあ今日は帰ろうか。そうですよね、はい、今日はこれでゲームステップ、放送席いや、声は宇野山本、そしてこのパンツ佐藤のために12万5000人の視聴者の皆さん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。おー、カビテンパシーを見るよ、危ないよ。出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、うのとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ダイナマイ、もとかですね、ブレカをね、皆さんぜひとも、お使いいただければと思いますが、どっから来たんだよ、元かって元すると元になっちゃうブレーメン通りじゃないの元かブレーカーした、失礼いたしましたダーマー。 YouTube チャンネルをね、見てるよっていう方はたくさんいらっしゃると思うんです、うん、チャンネル登録の仕方ってどうやるのみたいな。実は、俺もいろんなところで、チャンネル登録してねって言う割に、はい、俺もやり方わかんねえんだよ。どうしたらいいの？うん、実はですね、いやこれ簡単でございまして、うん、我々の動画を見ていただきますと、うん、その下にチャンネル名が書かれてあると思うんですよ、うん、この山本とパンチ佐藤の今日もどっかで会、うん、でその横にチャンネル登録というですね、あの、まあ、登録されてない方はですね、まだ出てくると思うんですね、うん、そこをピッと押していただきますと簡単にチャンネル登録する、終了、これで完璧でございますから。 OK、はいはい、はい、というわけでぜひともですね、宇野山本とパンチ佐藤の今日もどっかでダイナマイト、チャンネル登録をよろしくお願いいたしますなー。